はい、こんばんは、佐藤です。では、今日もやっていきましょう。あ、絵描くの忘れた。今日の絵はこれです。では、早速ですね、シャープの121ですね。では、トレースからやっていきましょう。今日で4月が最後ですね。もうゴールデンウィークに入っている方もいらっしゃるんですかね。2日休んだらね、10連休近くあるんですが、1日2日と休めば、僕の仕事はそういうわけにはいかず、明日は出社です。1日から10日までが忙しい仕事なんですよ。もう本当に間に合わない。で、ああ、そんなこともないかな。月末も忙しいかな。今月なんとか乗り切ったって感じでしたからね。今月も。よいしょ。さて、さて。ポーズは何がいいんやろう。結構そのタイトルにもある通り、ヌードモデルさんが撮ってるポーズっぽく見えるんやけれども、筋肉のあれなんですかね、腕がいいんですかね、このポーズは。で、ちょっと俯瞰気味なんで、どうしても足がね、細く小さくなるのが、ああ、あかん。これこれ。これがダメです。皆さんお気をつけください。何がいいんでしょうね、このポーズは。膝、意識して。こんな感じかな。はい。あ、土踏まずかけてなかったか。よし、では。5分かかっていきましょう。はい。はい。5分ですね。どうでしょう。黙ってやる効果は出てきてるのかな？あ？もしかして。いやー、同じレイヤーに書いてしまった。まあ、こんな時のためのデジタルなんですけどね。これを、で、
はい。あ、いいですね。っていうことは、こっちかで、ん？よいしょ。あ、そっかそっかそっか。これを、ピンクにする。で、これを消して、で、ここを、ドン、はい、消してしまいます。そうすると、これが現れる。いやー、デジタルの強みですね。違う違う違う。よいしょ。キャンセル。こいつを動かさないか。よいしょ。では、チェックしていきましょう。これを消さんとね。顔からですね。顎の位置がちょっとずれたかな。で、耳。あ、首ちょっと違和感あったんやけど、こんなもんだったんですね。あ、やっぱ胸がちょっと、胸がね、最後まで違和感あったんですよ。よいしょ。まあ、手ですね。肩があって、二の腕。こっちのね、手がね、やけにちょっと細く感じたんですけど、太さはそうでもなかったのかな。やっぱり胴ですね。この胴太がなんとかならんかね。あ、でもちょっとずれてるだけでそうでもないんかな。顔の位置に合わせたんで、ちょっと後でずらしてみましょう。こうですね。足の角度な。前回もそうやったんですけどね、足の角度が合わなかったんですけど。よいしょ。それでは、動かしてみましょう。シュッ。はい。高さがね、ちょっとずれたんですけれども、ここ、よいしょ。これでやろうか。ここの誤差を埋めるのに、ちょっと横にずらしてみますね。うん。ちょっと横にずらすと、よいしょ。ここは OK ですね。で、高さがちょっとずれてますけど、ここは OK です。ここの向きも OK なんですが、ここは幅かな。向き的には合ってるような気がします。で、ここも、この向きというのは多分合ってるんですけど、どっからずれた？膝の高さも合ってるしな。まあ、スタートが、こんだけずれてるか。高さがね、こんだけずれてますね。あ、こっち側は揃ってますね。うん。もうちょっと長さも、足の長さが気になりますね。肩もちょっと丸一個分ぐらいずれたかな。腕の太さはここを起点としたら、ここはやっぱこれぐらい大きくなってるんで、ちょっとやっぱり幅ずれは否めない感がありますが、本日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございます。気に入っていただければ、高評価、コメント、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。あと、動画概要欄に LINE スタンプの作成動画もありますので、そちらの方もよろしければご覧ください。では、
また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。